こちら去年購入して楽しく使ってるジンバル。モーターで機械的に手ブレをなくす装置なのです。しかし何きっかけか分かりませんが、会う時から少し傾くようになってしまったんです。ちなみにキャリブレーションっていうのがあるんですけど、なんかこんな風に置いて電源を入れるんですけど、それは何回やっても全然ダメでした。これはもうダメだな、もう買い替えかなと思っていたんですが、直す方法がありました。パソコンの方で設定します。パソコンをつなぐのにはこの付属していたこの USB のやつを使います。こうつないで、これをパソコンにつないで、これをジンバルにつなぎます。ここから接続のタイミングが重要になります。こちら G4GS のサイト、ここのダウンロードにはないんですけど、 GoPro 用のジンバルのダウンロードのところに、こちらにはセッティングのアプリケーションがあるんです。これをダウンロードして使います。このセッティングアプリを立ち上げる前に、この USB コードだけは接続します。ジンバルはまだ接続しません。これを接続しない前にアプリを立ち上げてもポートが認識されません。なのでこれを接続してからセッティングアプリを立ち上げます。 USB を接続した状態でアプリを起動します。はい、ポートが出てきました。これで認識されてますね。この状態になって初めてオープンを選択します。そしてこの状態でこのジンバルを接続します。来ました、ここに読み込まれました。ジンバルが読み込みが成功しました。そしてここからスタートボタンを押します。これで数値が変更できるようになりました。ジンバルの方は特に起動とかしないので、このこまめに調整しながら、一回ジンバルを外して起動して見ながら細かく調整していくといった感じです。この状態でジンバルを起動すると、変な方向に曲がってそのままウィーンってモーターが熱くなるので注意です。まあここまで来れば、まあそこまで苦労した人にとってはもうあとはもう簡単ですね。人によって傾きが違うかもしれませんので、この数値は参考までに。ちなみにロールは横です。でピッチは上下です。でプラスマイナスありますけど、ロールのプラスで右方向へ下げる、マイナスで左方向へ下げる、ピッチプラスで上に上げる、マイナスで下げる。これはもう実際に自分の目で見ながら調整していくのがいいかと思います。セッティングしたらセーブボタンをクリックです。これで数値がセーブされます。というわけで G4GS の細かいセッティングの方法でした。もうどうにもならないと思ったジンバルですが、数値を入れてこれがちょっとずつ修正された時、嬉しかったですね。本当に数値少しで少しずつ動くので、こまめに調整していきましょう。